365時間24日営業、どうも根源チャンネルです。いや短い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 営業時間が短い。いや365時間働いてんだよ。結構長いでしょ労働時間。24日営業。でも結構働いてない？月だよ、月24日営業。結構働いて、結構チャッターって、はい、まあその辺置いといて、はい、じゃあ本日の動画はこれ恥ずかしいの。何刺さってんのこれ。まあいいや、本日は不当にパホールです。違う本日は福岡のなんちゃら不当にやってきました。ちょっと分かんないです不当の名前。テロップ出しといて、あれのタワーも俺分かんねえや名前。テロップ出しといて、はい、はい、ということで、なんでこんな、なんか人を沈めそうな場所に来てるかというと、本日は、ドッキリトリクラを沈めてみたという企画でやってきませんね、やってきてませんね、はい、はい、これなんだっけ、 RP9 ブリヂストンの RP9 を納車されて、まあ、組み上がったんで、ちょっとインプレ動画やりますって言ってたんで、ちょっと撮りに来ましたっていう回です。根源チャンネル。どうしたらいいのこれ。今乗ってどんぐらいですか。乗って2週間ぐらいちゃう。2週間結構しっかり乗って。2週間経ってないか。嘘2週間撮ってないよ。ちょうど1週間ぐらいよね。1週間です。ちょうど1週間ぐらいです。はい、1週間ということで、まあそう、なんかまあ RP9 って今ね、今っていうか、なんつうか、そのまあ出た当時もそうなんですけど、まあ結構なんかその賛否両論あるというか、なんというか、まあいいという人もいれば、悪いっていう人はいないけど、なんかこう別に何でもいいんじゃないみたいな、何でもいい、そこまで良くはないみたいな。そうそう、あのなんかそんなに盛り上がるほどいいみたいな感じの意見があるそうで、まあ僕も小梅さんはどうでした。いや、めちゃくちゃいいと思いますよ。あの僕がその2018年沖縄撮った時、ベンジ乗ってたじゃないですか。でそのベンジ乗る前というか、その沖縄出る前に、なんでベンジ選択したかっていうと、あの一発目のその感動があったから、そのベンジにしたんですよ。どちらかというとその性能に関しては、その沖縄の前はなんかターマックでもベンジでも別にどっちでもよかったんですよ。どっちでも良かったけど、その一発目のあの何だろうな、印象というか、その感動を与えてくれたバイクっていうのが、人生で結構本当に1台2台あるかないかぐらいで、その中のベンジがね、なんかその印象が良かったっていうか、っていうのがあって、まあベンジを選んだんですけど、その感動をなんかまたこう与えてくれたバイクというか、あのそれぐらい本当に完成度はめちゃくちゃ高いバイクなのかなっていうふうには思いました。はい、めちゃくちゃ褒めますね。なんかさ、そのまあ表現的に難しいけど、そうやっぱ好みってあるわけじゃん、人間、はい、人間好みってあるわけで、多分ね、その好みに、マッチしてないまで言わないけど、自分の中でこう感覚としていいって感じてるものの感覚がこのバイクに合ってない人は、多分そのいいっていう表現いいんだけど、まあ別にこれじゃなくてもいいよねっていう、多分答えが出ると思うんですよ。で逆にそのこれに感覚が合ってる人っていうのはものすごくいいって感じると思うんですよ。でその今まで乗ったバイクの中でも多分1、2を争うような感覚のバイクになるっていう感じですかね。でただこれって、じゃあ他のバイクでどうなんだって言われると、多分その各メーカーあるフラッグシップの中で、そのなんだろうな、感覚的にもちろん合う人もいれば、例えばじゃあコロナ後の V3RS とかがめちゃくちゃ合うなって人は、そのバイクがめちゃくちゃいいっていうし、例えばじゃあターマックの SL7 が感覚的に合う人はそれがめちゃくちゃいいバイクっていうし、っていうその中でその性能っていうその中でくくると、多分そんなに差はないと思うんですよ今のフラッグシップって。でその中のその性能の中の好みっていうところで多分分かれてくるんだと思います。知らんけど。いや知らんのかい。その乗り心地をいい感じに例えるとするなら、どの乗り心地、これの V3RS じゃない、 RP9 の乗り心地を自転車以外で例えるとするなら、ああ
それだから、じゃ自転車以外でって、ね、車とか。車でもいいし、ご飯でもいいし。ご飯、あ、なるほどね。大喜利です、大喜利。あ、その、じゃあ例えば、ご飯の派の人と、パン派の人と、麺派の人がいるわけじゃないですか。だからそれで言うと、僕はこれが、まあ、和製なので、まあ、ご飯派の人が選ぶ。ご飯派の人が選ぶ。まあ、乗り物。じゃあ、それなんだっていう感じですけど、まあ、噛めば噛むほど味が出るバイクっていう感じですかね、自分の中では。RP9に気に入ってるポイント。ああ、その第一印象でやっぱりね、その、そう、多分ね、これね、多分みんな一緒だと思うんですけど、一番乗った瞬間に、あ、いいなって思うバイクって、多分漕ぎ出しが軽いバイクなんですよ。で、その漕ぎ出しの軽さが、このエアロ形状でなされてるのが、この RP9 かなっていうふうに思います。で、重量もそんなに、めちゃめちゃべらぼうに軽いフレームじゃないんだけど、なんかわかんないけど、すごいしっかりしてるんですよ、芯が。ある、各部の。その BB だったりとか、トップチューブが、ものすごく芯を持ったバイク。で、その芯を持ってるんだけど、重さを全く感じない。普通芯のあるバイクってちょっと重さを感じるんですよ。その剛性感はあるけど、重さによってもっさり感が出るバイクっていうのがあるんですけど、それがね、全くないんですよ、この RP9。ファーン！ちょっとね、車が通り過ぎて音拾わなくなっちゃうからね。その、まあ、その、なんだろう、出来の良さというか、すごいやっぱ、ブリヂストンがコストかけて、時間かけて、まあ、とあるバイクをばらして作っただけのことはあるなっていう印象です。はい。なんか特に気に入ってるポイントとかさっき言ってたじゃないですか。ああ、だから、あれでしょ？スプリントをかけたときに、やっぱさすがトラックフレームを、なんだろうな、その、モチーフというか、なんていうの？なんていうんだ、そういうの。プロトタイプじゃないけど。トラックフレームで培った技術。培った技術がすごいふんだんに使われてるし、あの、トラックフレームを、基準じゃないや。言葉が出てこない。トラックフレームを、ベースに作られた、フレームっていうことだけあって、やっぱりスプリントのかかりがものすごくいいんですよ。で、普通のバイクってロードバイクってスプリントかけるじゃないですか。かかりバイクって伸びなくなるんですよ。で、逆に伸びるバイクってかかりちょっと悪いんですよ。でもこの RP9 はすごいかかりもめちゃくちゃいいし、伸びもすごいしっかりあるバイクなんで、その結構スプリントかけてて失速する感がどの場所にポイントにもないんですよね。だから初速だったり中速だったり高速になっても失速する感が全然ないバイクかなっていう印象です。上りはどうですか？上りも、まあ、あ、でも行ったわ。がっつりした上りを登ってもそのヒルクライムバイク、まあ、例えばじゃあスペシャライズのエイトスと比べましたって言ったらやっぱもちろん重いけど、あの普通のオールラウンドバイクとか、あとエアロ形状だけどオールラウンドになってる場合、例えばじゃあ SL7 とかねと比べてもヒルクライム性能も多分遜色ほとんどないですね。しかもこの鉄桁履いてたからね。まあなんかある情報によるとそこまで悪くないホイールらしいんですけど、まあだとしてもカーボンホイールとか軽量ホイール比べたら全然重いんで、それを使っても重さを全く感じない走りを見せてくれるんで、やっぱトータルバランスにめちゃくちゃ秀でたバイクなのかなっていう感じです。はい。まあ、今いいことばっか聞いちゃったんですけど、はいはいはい、欠点とかってあります？欠点はまず一つがステムが重い、純正ステム。ただこれは別に社外品買えばいいんで、解決できるかなっていうふうに思います。で、あともう一個ね、まあ俺だけっていうか低身長の人だけだと思うんですけど、めちゃめちゃ欠点があって、これオフセットがオフセットゼロのシートポストが販売されてない。これはね、結構ね、現代のそのロードバイクを乗る上で結構ね、これ痛いね。だから BS ブリヂストンなんか多分こんな簡単に作れるから、ちゃちゃっと出してもらいたいですね、ゼロオフセットのシートポストは。はい、っていうぐらいかな。まあ乗ってて特にこれっていうそのフィーリングで言うダメなところっていうのはまず感じないかなっていう印象です。で、まあそのいわゆるそのさっきもちょっと話したけど、なんか別にこれ買うぐらいだったら、まあ、ベンジから乗り換える必要ないとか
SL7 から乗り換える必要ないっていうのはまあ確かにあるかもしれないですけど、それってただのあなたの感想ですよねっていう話であって、これがフィーリングに合うんだったら、例えばじゃあ SL7 めちゃめちゃいいって言われてるし、まあその自分で乗ってて、まあ、フィーリング悪くなくて、まあ、これでいいやっていう感じで乗ってる人であれば、逆にこの BS 乗ってもらってこっちの方が合う可能性だってあるんで、ぜひね、その人の話を聞くだけじゃなくて、その自分でね、こう、まあ、なかなか試乗する機会ないかもしれないですけど、あの品薄らしいんで、まあ、機会があるんだったらぜひ乗ってね、自分で体感してもらいたいバイクだと思います。俺は BS の回しもんかっていうぐらい褒めてるんですけど、全然マジで自費で買ってるんで、 RX バイクさんで購入させてもらってるんで、はい、まあ、ぜひじゃ あの、うん、身長160以下の方は今月さんに言っていただければ試乗させていただけるということで。あ、そうだね、あの本当に近い人とか、なんかタイミングレース会場とかであったら全然乗ってもらって大丈夫なんで、はい、あの転んだ場合は倍の額請求するんですけど、はい、はい、嘘ですよ、はい、っていう感じですかね。いや本当ね、バイクって乗らないと分かんないから、人の情報だけで精査するってやっぱ難しいから、そのあとしかもね、その悪いイメージで聞いた状態で乗ると悪く感じちゃうとかっていう、その先入観もあったりするから、あのね、本当ね、視野を広く持つことは大切です。はい、そんな感じで大丈夫ですか。はい、っていう感じですけど、はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、悪いなと思った方もグッドボタンチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。それではバイ。あれは福岡のおちんちんです珍しく下ネタなく終わったなと思ったら最後にぶっこんでくるっていうね、そういうスタイルでやらせてもらってます。